はい、どうも、たけあきです。前の動画で、食べ放題のお寿司行ったんですけど、4000円の食べ放題のお寿司行ったんですけど、まあ、それ食べた、その、締めにね、ラーメンが食いたいなってなって、本日は、なんと、たけあき、初埼玉にやってきました。今から行くラーメン屋が、なんと、麺がめちゃめちゃ硬いらしいんですよ。日本一硬いんかな？ちょっとどういうことなんかなと思って、なんでかって言ったら僕、前に、博多ラーメン食べに行った時に、日本一硬い生麺を食べたんですよね。生麺以上に硬い麺なんてないじゃないですか。じゃなくて、また別で、すごい硬い麺があるらしくて、なんかどういうことなんかなと思ったんで、ちょっと本日はそちらの、日本一、いや、世界一硬いラーメンを食べに行ってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。高くしょ。いやーでも、お寿司食べた後の締めのラーメン最高やんな。これが終わったらもう今日はもう取るものない。撮影も終わりで、あとはホテルに行くだけなんで、これが終わったら温泉に行ける。見て。おお、もう電気もついてないよ、後ろ。アイロンの台みたいな。確かにアイロンの台みたいな。怖いってもう。イルミネーションね、一人イルミネーションや。すごい。県居酒屋らしいんですよね。あったあったあった、これやラーメンちょい飲み相沢屋。こんな駐車場止めていきましょう。ここお前なんかあれやね、居酒屋やね、雰囲気は。はい、というわけでパーティングに止めたんで、今から店に行きましょう。なんかいいね、こういう雰囲気。夜の野外って感じ。居酒屋ばっか、居酒屋とスナックばっか。はい、ラーメンがある相沢屋。これちょっとすすっていきますか。ほらいろんなラーメンあるんだよね。替え玉が硬いから、あ、揚げって書いてるよ。なるほどね。ラーメンっていうのは揚げってことやったんや。それ買ってよ。これって替え玉の硬さってことなんですか。最初から最初からでもできます。あ、ほんまですか、はい、じゃあ忍たまラーメンで揚げでお願いします。インド限定のスタミナラーメンで、はい、バリカタで。飲む？一杯ぐらいグイッと入れますか。せっかくやし、なんかお酒ぐらい。オレンジジュース？いや、なんでオレンジジュースか。だってこうやろ。え、多分せっかくやし、なんかお酒ぐらい。運転はしますよ。やっぱ酔っ払ってだけちょっとめっちゃおもろいから。あ、いいっすか。行っちゃってください。本当にいます。青リンゴサワーとか。いいよ。お疲れ様です。どうかー。お疲れ様です。世界一硬いラーメンが届きました。それがこちら。え、すごいみたい。あれやん、あんかけそばやん。こんな感じ。すげえ。え、まさにこれはこれでまた別物やね。いただきます。じゃあ、世界一硬いね。あのね、酒に合った感じ。締めでもあり、おつまみみたいな。このニンニクも効いてるのにめちゃめちゃ味ついてうまい。前言ったのが、麺柔らかい方がなんかスープまとわりついてくるっていうか、硬い方がこう離れやすいっていうか、スープがめちゃめちゃ濃いから、こう離れていく感じでちょうどいい。バランス。歯応えがすごいね。まあ、バリバリしてるからあれですね、おやつ感覚になる。うん、なるほどね。まあ、さっき言った通りおつまみやな。ニンニクやばない味。すごっ。やったらバリカタが一番硬いかな。そうですね。この落としとかあったら珍しいよな、うん、ラーメンやね、こっちはちゃんと硬さは。おお、まあちょっと硬いかなぐらい。あ、はぁ、ちもちろんです。皆さん一緒に。あ、そうです、一緒に手伝いしてる。別もんだなっていう感じ。別ですね。そうですよね。まだラーメンじゃない、なんかそんな感じしました。でもね、普
すぐ麺があんねそれ言っちゃいます、ね、でも絶対好きな人は好きで確かにいますよね。僕結構皿うどんとか好きやから。あーなるほど、こういう感じの麺好きですね。食感がいい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと飾らせてください。はい、チーズ。どうもありがとうございました。動画楽しみにしてます。いや、びっくりしました、本当に。なんで言っていただければね。あ、本当に急だったんで。いや、もう嬉しいです、本当に。ありがとうございます。でも美味しかったです。あ、いえいえ、ありがとうございます。またこんなところで。はい。うまかったし、いい店だったな。なんか、人情味あふれるって感じ。いいですね、こういう。下町のみたいな。なんか本当に揚げた麺。本当になんかベビースターラーメン感あったよな。そうですね。